今日の朝飯です。毎日朝は蒸し料理になりました。蒸し料理と焼き料理やね、焼き料理っていうかな、焼き明太、焼きかまぼこ、卵焼きも作ったついでにね。もう曇ってしまった。もうこんな感じ。もう野菜もまとめて蒸す。これの方が早い。この昆布のつくだ煮もあった方がいいね。なんかまあ塩気があった方が食べやすい。柿の熟し、まあ気分を変えるのにタレをいろいろ変えた方がいいかな。納豆、ざっとこんなもんやね。もうなんかめんどくさいんやけど、この際もうどうでもいいからもう毎日あげようかなと思ってます。しばらくというか、しばらく付き合ってもらおうかな。まあやっていくうちにね、だんだんどういうふうに蒸していけばいいかというのがね、分かってきたのでね、まあそれもまた動画に載せます。